これも撮るん恥ずかしい恥ずかしい。だってこんなん質素やし、撮ってもいいけど、これもう普通やでこんなん。卵かけご飯。卵かけご飯、ただの卵かけご飯やから。なんか見られんの恥ずかしいけど。ご飯の盛り方変ですね。いやいやいや、これはちゃんと理由があるから。後でわかるわ、でも。なんか先言うのも野暮やから。そうそうそう。なんか真ん中開けるみたいなことじゃないんですね。なんか納豆とか。ああ、チキンラーメンの卵ポケットみたいな。みたいな。じゃないね。これ醤油とだしを混ぜてるから、この小鉢に入れさせていただきましたけど。そうそう、混ぜてんのよ。醤油と昆布だしを。ああ。ちょっと混ぜて。で、こうね。こういう結構こう粗い感じで先にですか。あ、そうそうそう、先に入れんねん。結構そうやんな、卵入れてから醤油かける感じやん、はい、なんか それまあ見栄えはいいけど、これまあ理由あって、なんかそうやとしたら、まあ、米ここに醤油卵の方が味がマイルドになる、はい、わかる、この米、卵、醤油やったら醤油の味さっき来るやん。でも米、醤油、卵やったらこう、うまいことマイルドになる。はぁ、そうそう。で、これここね、卵あって、で、こうね、ここで、で殻はここにね、ここにチョン、物物あったらここにチョンってね、これ効率いいね、効率いいよね。ほら見て、え、意味わかったでしょ、このこうなってた、分けてんのよこれ。はあ、そう、ここ白身ここ黄身でこう分けてる。なぜ分けたかというと、はい、こっちの方がやっぱバリエーションが増えんねん。まず白身、白身だけの、こう、ゆるく混ぜるのよ、最初は。ああ、ガシガシこう。ガシガシいかない。いかないんですね。そうそうそう。ガシガシいかずに、うん。もう、入れた瞬間うまいわ。そう。白身の味。で、次、ガシガシいっちゃおう、これ。中央無尽にこう、混ぜます。ほんならこれ、ほら、見て。ふわふわでしょ、これ。あー、こんな、ほら、ふわふわな、な。で、これ次これや。ふわふわの。うん、うんば。ふわふわよ。え、これでも、ふわふわの方が美味しかったんですか。ふわふわの方が美味しい。一回目のやつ、いります、いるねん、これがまた。より美味しくんだ。フリーなのよ。ギャップというか、まあ、フリーなのよね。白身本来の味。だからこれ好みやね。あんま混ぜんくても白身美味しいって感じる方もおられますから。ああ、なるほど。うん。僕はふわふわ好きなだけで。で、次よ。黄身を、次割る番。黄身をね、こう。ほら。いい感じでしょ、これ。濃厚な感じで。黄身だけで。あ、うまっ！あ、すごい美味しい。これはでも分かるでしょ、この美味しさは。もちろん美味しそうですね。うん。濃い黄身の感じ。うん、これが一番好きでも。やっぱ黄身って人気やもんね。白身がちょっと脇役になりがちで、こう申し訳ないけどね。なんか白身もふわふわで美味しいって言ってたけど、結局やっぱ黄身には勝てんのかな。それ申し訳ない。あ、でもうまい。で、このふわふわの白身とこの黄身、こう混ぜるんです。うわ、こっから始めてるでしょ皆さん。そうですね、この序章を知った方がいいというか、もうこれはめちゃめちゃ混ぜてもいいかも。よりふわふわなるし、で、ふわふわがあんまり好きじゃない方もいると思うんですけど、それも別にあんま混ぜずに、うん、うん、あ、うまい。めちゃくちゃ美味しい。ほんまにこれ。醤油だけやとこの味とは出ない。だしと醤油をちゃんと混ぜて、この割合とかはまあ人それぞれ。これも
全員やってほしい、一回。ここで終わりやと思ったよ。エピローグあるんですけど。本編とね、後書きがありますから。これ、チンチンうるさかったでしょ。あ、そうですね。ピーピーって。実は、お湯をね、こう、温めておりまして。で、最後にね。ああ。お湯を入れて、ほんでだしはもう入ってますから、混ぜるんです。雑炊みたいな感じですか。あーそう、勘鋭いな。こんな勘鋭い人あったことないじゃん。久しく見てないな。うまっ、これやばいぞこれ。うん、締めです、これは。ああ、いいですね。卵かけご飯の締め。うん。これはいいよ、でも。こんなね、ご飯と、めんつゆと、醤油と、卵と、熱湯。はい。これだけでこんなに楽しめるっていうのはもう、なんか嬉しい。うん。なんかいろいろ、なんかすごい長かった。すごく長く感じました。なんかこれが僕の普段の卵かけご飯の食べ方です。ごちそうさまでした。何？僕に続いて言ってもらっていいですか？はい。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。おいや、舐めてんのか。言えるやろ。 いや。